どうも、アパアパゲームズのサボと、サボじゃない方の J です。なんと来ました、今回はね、うん、製品版のおすそ分けるメイドインマリオ。息ぴったりじゃないな、俺ら。バラ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 買っちゃいました。パフォーマンス、どんどんパフォーマンス。体験版をね、ああ今までやってきて面白かったかな。面白かったね。ついに製品版を、今日発売の製品版を買ってきました。そうやね、9月10日金曜日。それではやっていく。これね、ここは一緒だな。オッケー。体験版とストーリーいってく。ストーリーからなんだ。そうだな、ストーリーからやっていろんなゲームを発掘させるってことだ。早速、お、分かってるね。おい、いつものくだりやらせろよ。こっから増やしていくのかな。なるほどね。ストーリーも2人でできるっていいね。うん、あー懐かしい。こうやってどんどん人が増えていくんだよね、これ。この島みたいな。そうなの。そうだよ。よし、早速いきなり始まるよ、これ多分。うつついたわ。った体験版だとそうだからな。読んでよ。体が軽いと思ったら宙に浮いてるじゃないか。あ、これやったな、ゲームの中だからかな。まあ便利なのでよしとする。操作方法だ、チュートリアル。向いてる方向にアタックします。 OK。 まあ体験前やってた俺らからしたら、まあね、ここら辺は秒だよ、ね、同じ引っかかり方してんじゃん俺ら。はい、勝ち。いや、まあ、勝負じゃないから。いや、勝負だから。協力だよ、協力。出始め、で始める。俺がなんか作ったステージ。ひどい読み間違いしてたの。あいつの通った後が汚くなってると。あ、え、サボじゃん。俺様のステージも汚れてしまう。ほら待て、そういう設定ね。設定ね、掃除してくみたいな。マリオサンシャインよ、マリオサンシャイン。製品版になってね、体験版よりもステージも多くなってるし、ボリュームがたっぷりよね。そう、多くなってるはずだから。何、ああ、こいつがここで、ん、ボスなのか、わかんない。ゲームの中ってことでしょ、これ。何なんだ、理解できてねえな、俺らが。こいつらみんなゲームの中入ったはずなんだけどな。だよな。来た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 。これだよ、これ。どれどれどれ、初めてこれ。おーおーい、世界線が分かんねえよ。気持ち悪いワリオだな、あれ。体験前よりいろいろあるね。あ、これこれこれ、任せろ。で、こっちもでけ。オッケー、いいね。オッケー、やったやつはできるね。やったスポーツは、やったやつはスポーツじゃねえか。えいよ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 、本当に、うん、おー、ナイス、ありがとう。最後の一振りはでけ。そうだよ、一振りってなんか刀みたいな。最後のマジでけ。きたー、新キャラね。ルイージね。クリケットだよ。じゃあルイージみたいにいっぱい飛べるってこと。ヤングクリケット。あ、そ、いや、わかんねえわ。え、それでもルイージって高く飛べるので有名じゃん。あ、そうなの。うん、これはもうジャンプだけしかできないから。やべやべやべ、わかったわこれ。いや、いや、ギリコンマ、コンマ2秒。マン18ボルトも来た。コンマ逆から呼んでみる。やだよ。考えたわ。オッケー、俺の好きなキャラね、18ボルト。そう、まあ初見の人もいるからな、多分。ディスクを投げるんだよ。オッケー、 A で。これエイムが大事よ。平気、俺このコントローラーのエイム強いから。エイペックス慣れてる。こうセミみたいにこう、うん、輪っかでくっつけんの。こういうこと。ミンミンミン、離せ。離せ。よし、オッケー。よし、3人で戦いましょう。だってそう、これがむずいんだよね。激アツ体験ってこと。自分のどれ、左左。左じゃねえじゃねえかよ。え、あれ左右毛が出ちゃったわ。ちょ、待って待って、何これ。
行こうだ、これだ。俺もう意味が分かんなかった一瞬だ。これが楽しみよね、一瞬で理解するっていう。なんかぶつかろうぶつかろう。あ、いいね、あ、いいね。まだね、やっぱり体験版経験してから慣れてきてるね。まあでも知ってるやつ欲しいな、ちょっとここらで。抜け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 、かっこいい。いや、いいね、いいね。全部出せ、つつけつつけ、多分つくんだ。オッケーオッケーオッケー。俺らすごくね、分かってんな、順応してる。これ初見やろ。守れ守れ守れ、こっち来んな、こっち来んな、こっち来んな。いい、勝った。勝てばいいのか。そう、あー、あれね、これあれね、なんだっけ、ポーカーボスステージだって。え、ああ、なるほどね。あるある、ポーカーじゃねえだろ。なんだ、あー、当たっていいの、あれ当たっていい、下、下のやつはあれだ、危ない。なんか変なトゲトゲ当たってくね、トゲトゲ当たらないように倒すんだ。いってー、下手くそか俺ら。一緒にやられとるやん。仲良すぎ。これで下のやつか、俺こっち倒すわ。じゃあ俺上行くわ。オッケーオッケー、こわこわ、ここね、ここ最初はやっちゃダメ、オッケー、お前下頼むわ。オッケー、ここ、あー、ナイス、はい、いや、やめろやめろ、何がだよ。俺こっち側見るわ。違うのこれは、来た、いやー。何今の、なんだよ。おーい、ふざけんな今の、これ終わんねえぞ一生。いや、時間ねえからゆっくりでいいんじゃない、ゆっくりね、うん、オッケーオッケー、なんか急いでね俺だ。ゆっくり言いつつ、ゆっくり言いつつ、気をつけて飛ぶの。なんで笑ったの。マジ危なかった、今危なかったよな。ここ一回待とう、ここいる、ここいる、いや一回待とう待とう待とう、飛ぶの。ナイス、待って、なんか来る来るぞ、あれパンチしていい、ダメなやつ来るよ、いけ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 、危ないよ、大丈夫だって今隕石が、大丈夫大丈夫、あと1回だ多分、隕石気をつけて、はい、おー、ナイス、今ちょっと危ねえと思ったけど、いや任せろって、このボスステージ体験版になかったね、なかったね、ちょっと HP 回復するんじゃない、ない、そういうのねえな、それで終わりか、とりあえず10で、いやあ、そうか、ステージごとにあれがあるの、なるほど、天井が10なんだ。じゃあストーリーでガンガン行こう、まだとりあえずキャラクター一発目ないと、モナ欲しい、マジ、ここも汚いな、どこも汚いな、ワリオおじさま、な、来た、モナ、このバイク止まらないの、えバイトや部活で毎日忙しい女子高生、夢や冒険家でワリオに憧れてる、各生きてんだ、向いてる方向に進み続けます。ブーメランはモナと同じように動かせます。結構強キャラだよね、うん、モナ。これブーメラン操作してる間は止まるんだよね。そう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 。結構モデル入んだな、ブーメラン。話すと。うまい。うまい。よし。とりあえず進んでみましょう。オッケー。やっぱ早いね、バイク、うん、セイカツ、セイカツ、あー、なるほど、私の作ったステージもちょっと汚れてる、ゲームバグのせいでもう許さない、生活に関わるステージ、あー、あの小学校1年生の時にやったわ、授業で、本当に生活キャラセレクトだって、3人選べ、生活って授業あったじゃん、あ、そこ生活だったっけ、道徳とかじゃなかった、いや、生活もあった、あったっけ、うん、かわいい、あ、モナの家でこう、懐かしい、こいつら、モナーズファンクラブの人たちかな、だけ僕危ないよ、え、ただいまー、ひどい、モナーズペットか、モナブーメランって言うんだ、怖っ。
掃除しましたと。次の日。次の日？また？もしかしてこいつらまたやんの？まあ、頭悪すぎだろこいつら。な、学習しろよ。ペットだから。ひっくり返っちゃったじゃん。始まった、始まった。結構落書きしてた。キリン。なるほどね、なるほど、いいね。まだヘビだね。ここら辺はまだ序の口よ。剥がせ。オッケー、ちょっと危なかった。うう、ね、理解できない、やっぱり、うん、感じ。何時わかん、適当に当たったわ。右上にあったね、時計が。あれに合わせるのか。見つかるな。そこだろ、ここ行けるべ。おお、そういうこと、取られんのか。そう、怖っ。出せ、叩け叩け。チュン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 。ういえ、容量少な。世界観いいな。生活いいね。ちょっとこういうさ、わかんない。おお、サボー。下手くそだよ。ああいうさ、ちょっとね、どういうこと、頭使う系はちょっときついよ。余裕やな。こういう単純なのはいいんだよな。反対か、こっちか。なんか消えたぞ、俺どこ行ってた今。流されたお前。蛇口の中入ってたわ。これは今のでいいんだ。片方でいいんだ。めっちゃ小刻みやん。交互にやるんだよ多分。なるほどね。ピョンポンポンポンだ。マグネットか。オッケーオッケー。理解ができてね俺の。頭がな、追いついてな。脳トレみたいなもんだね。瞬発力あれだ。暗くて分かんないわ。俺がやったりだ。ナイス。あ、これ知ってるな。え、罪だよお前、これもう罪なの。きつくね、あそこに乗っかったらもう。あれむずいんだよな。ナイス。オッケー、エイティンボルト強い。カレンダーか。ボスボス来たよ。一発でこう、もう HP ねえからな俺だ。帽子ドライヤー、何帽子2個箱に入れろ。帽子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 入れよう。帽子？ドライヤーも入れるべ。じゃあ帽子だけ入れます。え、わかんない、何？靴下？は？あ、待って、いや帽子帽子帽子じゃない。やかん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 。あぶねー。オッケーオッケーオッケー。あ、そういうこと？足りない、ゴキブリ邪魔だよやっぱり。みんなの敵だなゴキブリは。帽子2つ？帽子2つ、 2つ、うん。オッケー、オッケーオッケー。なるほどね、なるほど。足りない、ゲーム性が分かったわやっと俺。ドライヤー、ドライヤー。帽子、俺と靴もらう。帽子とりあえずもらうわ。これ2個取れるわ。で、ドライヤー、帽子もう一回、帽子もう一回いる。これで終わり。あ、終わり、うん。あ、よかった。多いな。最後左だけ合わせればいいんじゃない。そう、左に合わせる。帽子と、帽子、俺長く取った。長靴もう一個だな。長靴行け、俺。俺が行ったわ。ああ、じゃあ俺ドライヤー行くわ。オッケー、ナイス。オッケー、いいね。ほぼそれ。でも時間あるわこれ、右上に。ほんとだ、また新しいの来んのこれ。終わり。そう、新しい。え、終わりだ。終わりか。なんか難しい。最後の最後でやっとクリアできたね。ノーミスよ。ノーミスやな。よし、ウイルスバスター。綺麗になってすっきりね。いいね。モナが仲間に乗りました。モナは強いよ。オッケー。ワリオの製品版をとりあえずやってみたんだけど、うんうん、面白いねやっぱり。やっぱ全然違う、体験版よりパワーアップしてるわ、いろいろな方が、ね、うん、ストーリーで進めてもっと仲間増やしていくんだもん、うん、解放していきたいね、うん、今のところまだ体験版のキャラしか集まってないから、ね、でも今出てるのがさ、知らないやつが結構出てるじゃん、もう。そうだね。まあ、俺ちなみに全員知ってんだけどさ。
見たことある。みんなあの左のやつトイレのやつだからね。あの最高野郎で真ん中のやつがタクシーで、右がねゲームとかミニゲームが好きなやつ、ね、スケボーが乗ってるやつだよ。で次回は、うん、次回からこいつらを仲間にしていきたいと思います。ご視聴あざした。あざした。